元気が出る大チャンネル。大チャンネルご覧の皆さん、北川大輔です。今首都高速から東北自動車道をめがけて走っています。いい天気ですね。今日これから栃木県は小山市チャリティフレンドリー会歌仲間の集い感謝祭にお招きいただいています。上杉香織さんはじめ歌仲間のたくさんの皆さんと一緒に早押しをなんですが楽しみにしています。なんかぽっかりぽっかり雲が可愛らしく浮いてる感じがしてとってもいい天気です。今日は昼間はサンプラザ栃木、夕方からは小山サンパレスホテルで北川大輔ディナーショーを組んでいただき楽しみにしています。たくさんのファンの皆さんと会えると思います。今日は密着動向をお付き合いください。それでは行ってきます。大チャンネル。利根川を渡っています。埼玉県からまもなく群馬県、そして栃木県、まもなくです。栃木県佐野藤岡インターチェンジ出口到着です。まもなく到着です。これは東北新幹線、こちらは両毛線です。サンプラザ到着です。今日は会場になります。さあ会場到着です。きれい、きれいです。楽しみです。たくさんの60名の皆さんの歌があって、その後ゲストコーナー、ね、皆さんが歌われて、その後にこんな感じです。楽屋弁当です。じゃあ美味しそうなお肉ね、栃木牛かな、美味しそう。いただきます。今日の進行表です。頑張るぞ。それでは小野克洋さんの名前で曲が「ありがとう」感謝。紹介します。上杉香織さんです。イエーイ。ご無沙汰しました。お元気でした？はい、あ、よかった。はい、香織さんとはもう自分がデビューしたところに一番最初の香織さんだって、はい、香織ちゃんとはもうデビューして一番最初の時の一番最初のイベントがね、山形県の寒河江市のチェリーランド3日間。あれは楽しかったですね。楽しかったね。お祭りでね、1000人以上いたようなお客様のところで、もうすごい大騒ぎして。イベント今ないですね。ないね。楽しかったですね。はい、かおりちゃんはデビューからもう27年ですかね、はいはい、ずっとね頑張って第一線を頑張ってこられて、で最近ね YouTube を見てたので、はいはい、NHK ののど自慢のチャンピオン大会の、まだ本名で伊木あゆみちゃんの時に出てるやつが出たりするのね。本当ですか？ああ、そうそう、頑張ったの。あ、まあ、高校生ぐらいでしょ。そうですね、そうそうそう、歌ってるシーンとか出てきて、ああ懐かしいとかいうので、ね、そういう感じでもう新潟県の 懐かしい、ね、西蒲原、当時はね、今は燕市出身で、透き通る声で伸び上がってね、すごく定評ありますけど。お子様も生まれたりなんかして、はい、少し年長さんよ。まあもうそんなになるんですね。来年小学校。はい、でも偉いです。頑張ってますよね。いやですね、母ちゃん頑張らないと、ね、仕事ください。本当ね、あの性格この感じで明るく笑ってる声のイメージしかないんですけどね。はい、今日はご一緒させてもらいます。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。デビュー当時からファンの皆様を楽しみに考え、心を込めて一曲一曲歌わせていただきます。
北川大輔です。盛り上がってください。ありがとうございます。フレンドリー会の皆様方、今日は楽しみに寄せていただきました。ここは桜だと地なぜかこの歌不思議嬉しい。奈々子はどこにいるんだよ。俺はから小山市に向かって今国道50号に入ります。栃木すごかったね。ねえ、すごいいっぱいでしたね。盛り上がってね。あの会はなんかすごい400人以上 大成功だったね。でもすっごい盛り上げてもらってさ、にぎやかでね。はい、さあこれからは北川大輔小山パレスホテルディナーショーなんですけど、ね、また小山のファンの人たちいっぱい集まってもらって賑やかに行くぞっていう感じですけど、本当にいい天気だからさ、気持ちがいいね。あ、雲がすごい綺麗でさ、ぽっかり浮いてんだよね。さあ頑張りましょう。はい。小山遊園地じゃんかじゃん、パレスホテル到着です。今日はここでディナーショーになります。大ちゃんはですね、どういうんですかね、ものすごく魅力ある、まあ、これだけの女性が多いんですから、若い女性がいっぱいいますからね、あの本当に魅力だと私は思っています。あの私も50いくつの時には、ね、かっこいいなと思った時もありましたが、まあ、だんだんもう慣れてきましたが、まあそういうことで、あの皆さんね、応援してあげてもらいたいと思います。本当に彼はね、あの大ちゃんは一生懸命やってます。NHK テレビもね、かなり出られていると思いますのでね、CD も変えられればね、買ってあげたいと思いますので、協力をしてもらいたいと思います。今日はどうもありがとうございます。
本当に先ほど井出社長からのご紹介ありましたが、本当にあっという間にもう何年って月日っていうのは早いですね。心が枯れ過ぎて、なぜか来れた、なぜか来れた今夜リリースへ。
照れてるわけじゃないからね、必ず夢を見せるからついてきてくれよ、ずっと俺に。風が二人いる、この先ずっと吹くはずない、互いに体気をつけて次さ、これからずっと次第でございます。周りはね、これからもまだまだ健康で、情報で行ってもらえなくてならないと思います。ひでママの、これからのますますの健康と、北川大輔君のますますのご活躍と、ここにご出席の皆様とのご健勝並びに、ご繁栄をお祈り申し上げまして、結局三三七拍子とやらさせてもらいます。よーと思われる方はいいねボタン、そしてチャンネル登録お願いします。